はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。今日は12月29日、大掃除やってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。最近、富に寒いんで、体調にはお気をつけください。引っ越しされたとある方にですね、NHK からお手紙来たと。住所が変わったことを連絡してくれないから、こっちで勝手に住民票を取って確認し、契約住所変更を行ったという内容の通知が、届いたそうであります。それの現物いただいたんですけど、赤線部分ですね、こっちで住民票で確認して変更したから、みたいなこと書いたんですけどね。知らんとこで住民票取られて、恐怖する人もいるんじゃないでしょうか。NHK は住民票取るんだよ。引っ越しをどこまでも追跡するんだよ。NHK の脅しの文書かなーって、わざわざ通知してくとはね。まあ脅しでしょうね。住民票を取得するのは合法みたいなんですよ。いろいろ調べたんですけど、警察や公的機関は取れる、見れる、他人の住所、住民票ね。あと債権者もですね、この人に金貸してんだけど、いうような証拠があれば取れる。まあまあ引っ越しちゃえば借金チャラになったんでは、銀行とかその他の会社たまったもんじゃないですからね。これはわかりますね。公共に寄与する団体も見れるそうであります。例えばまあそうだな、弁護士会とか、弁護士会が日本のためになってるとは全然思えないですけれども。まあ NHK も公共放送実証してっからそうなんだろうな。公共に寄与する団体と認められた団体、例えばそうだな、特殊法人の東京メトロであるとか JR とかも取れるんじゃないでしょうか。まあ公共の仕事してるっちゃ仕事してますもんね。あと電気水道ガス会社ですか。まあ電気会社、水道会社が、住民票取ろうなんて場合は、まあ債権がある場合、としか考えられないですけれどもね。この決まりができたのが何十年前か知りませんけれども、まあ NHK があんな団体だ、いうことを知らないうちに、NHK もこの、公共に寄与する団体って認められちゃったんですね。まあ滞納、受信料の滞納があればなおさら取れますね、債権者ということで。契約書を勝手に修正するのはどうなんすかね、これね。一応受信規約には変えることができる、こういう場合はみたいな、歌ってるんですけど、一方的にね、一方的にね。契約は両者の合意が必要ならばですよ、契約書の修正や変更にも両者の合意が必要なんじゃないのかなって思いますけれどもね。この場合勝手に調べて勝手に変更しているわけですから、まあまあこれ脅しが半分なんじゃないかな、思いますけどね。引っ越ししても追っかけできますよ、住民票確認して地獄の底までというですね、 NHK の強い意志、意気込みは感じられますね。つうか怖いんですけどね、毎回毎月毎月ですね、 NHK は全国の全市役所、区役所、町役場に出かけてってですね、転入転出届けチェックしております。全国に1700以上も自治体あんのに、そのね、手間っていうかコスト大変ですよね。多大だとは思うんですけど、あ、はい、というわけで全国の役場調べるっつうね、多大なコストを払ってまでですね、契約者の引っ越しを追っかけたるで、受信料、取り立てるでっていう NHK の執念が恐ろしいな、思います。プレジデント記事なんですけど、オミクロン株に対する日本人のビビりっぷりはまさに過剰反応、日本のコロナ死亡者の平均年齢は 81.6 歳だったという記事がありました。そうなんだ、 81.6 歳なんだ。ネットの反応です。実は寿命だったってオチ、
去年は確か平均寿命伸びたんだよな。そうなんだって。みんなマスクしてなるべく出かけないようにして手洗いしてうがいして気をつけてたら平均寿命伸びたそうであります。過剰にビビってるからこの程度で済んでいる、緩めて感染拡大したら文句言うくせになどという意見がありました。死亡者の平均年齢は 81.6 歳。これ知らんかったですね。日本の医療は世界一なので、他の国ならこうはいかないんでしょうね。もう過剰なビビりは不必要ですね。と言って、注意しないっていうわけにもいかないんで、まあ、適切な程度に、注意すればいいんじゃないでしょうか。私は今、抗がん剤治療中で、免疫がぐっと落ちてますんで、外出かけられないですけれども、必要最小限しかね。そういえば、抗がん剤治療始めて5週間経ってんですけど、3週間ぐらいから抜け始めるという、頭髪がですね、抜けずに済みそうです。このままだと。私、抜けないタイプだったのかな。まあ、その分ですね、全部の副作用が胃腸にいっちゃうらしくてですね、最初やった時は10日間寝込みましたがね、払いたくて、どんな痛みかっていうと、下痢もしてないのに激しい下痢のような腹痛が一日中あるっていう、もう泣きたくなるような地獄でして、下痢はしてないんですよ。むしろ便秘気味なぐらいで、でも下痢の腹の痛さしかも激しい下痢が、一日続くっていうひどいもんで、あの時動画10日ぐらい休んじゃいましたけれども、次、年明け早々にやりますんで、また何日かひっくり返っちゃうかもしれないな。まあまあ、頭髪が抜けない、来年夏の参院選に向けても、これはいいな、頭髪が抜けないのはな、なんて思っております。土屋正忠、元武蔵野市長がブログで書いておりました。土日の2日間で50数件挨拶回り行きました。年末の行く先々で住民投票条例を否決してよかったですとの声が聞けました。50代女性、武蔵野市を知らない外国人になぜ投票権を与えるのでしょうか。私たち差別なんかしてないわよ。30代女性、私の子供が通う小学校に外国人の同級生がいるけど、一緒に遊んだり普通に付き合っている。でも投票権を与えるというのは違うんじゃないかと思う。40代女性、松下市長ってあんなに自説にこだわる人だったんだ。60代男性、市議会議員さんがよく頑張ったね。普段は身近ではなかったけど、まあギリで否決したなんていうのも、この60代男性は分かってるみたいですね。ネットの反応です。住民がちゃんとしていれば、こういう反応になるのは当たり前。まあちゃんとしていればとかしてないとか、関係なくですね、こっそりやろうとしてましたよね。武蔵野市民に、あんまり宣伝も何もせずに、こっそりやろうとしてましたよね。市長ね。松下市長は騙し討ちでやってしまおうとしたんだね。広く周知され、意識が高まってよかった。本当によかったです。でも、まだまだ油断できません。この市長みたいなのがいる限り、ノーガードでみんな仲良くなんて無理。市長の言う市民の声に日本人はいなかったようだ。市長も賛成した11人の議員も頭おかしい。この騒ぎで吉祥寺ブランドが終焉。吉祥寺って武蔵野市にあります。なんていう意見がありました。まあ、少数の左翼が大声出しつつあっていうのが丸分かりの結果になりましたね。ちゃんとそういうものだって市民が知ればですね、とんでもねって話になるのは当然の結果でね。ですけど全国には1700以上の自治体がありますんで、いつ何時このような鬼が現れるか分かりません。画像は無修正。あまりに目つきが怖いんで、本当に鬼みてえな目してんで、これ画像いじってない、よく聞かれるんですけど、無修正です。全然いじってません。ちょっとコントラスト上げたぐらいかな。あとは肌色がですね、ちょっとものすごく青っぽかったんで、色修正したぐらいで、その他はいじっておりません。皆様、ご自分の自治体の監視よろしくお願いします。ご自分の自治体でこういう鬼が現れたら、すぐ言ってください。
わからないままこっそり可決されては叶いません。教えてくれさえすればですね、今回のように全国から援軍が駆けつけますんで。で、不埒な悪行三昧を退じてくれよ。と言ってですね、皆さん応援してくれますんでね。安倍元総理の講演会がですね、桜を見る会の前日に開いた夕食会の費用を補填した、政治資金規正法違反だっつって、左翼が大騒ぎしておりましたんですけれども、この度ですね、東京地検特捜部の、判断、最終判断で、十分な証拠が得られなかった。不起訴処分で最終決着がつきました。まあね、左翼が得意の難癖言いがかりなんですけどね、私に対して議員は無礼な言葉を使ってはいけないんですって、懲罰委員会だやったですね、まあ難癖嫌がらせ。論より大声、嫌がらせ。自分が内裏たすきの選挙違反を指摘されると、休憩お願いしますっつって、5時間休憩しやがって、議員と職員さんに嫌がらせ、みたいな感じでしょうか。難癖の発信元、共産党の小池晃、検察が見逃しても、私たちは許さないなんて、言い切って、しまいました。ネットの反応です。法律が通用しない人たち。リンチするってこと？やっぱ怖いな、共産党。相変わらず国民無視で、イデオロギーばっかわめいてるな。難癖を頑張って、議席減らしてくれ。何の意味がわからんが、ずっとやってろ。証拠不十分で、犯罪者扱いは、名誉毀損では。結果が気に入らないから、ごね続けます。と。その前にお前らの存在が許されると思うなよ。この公安監視対象が。というような意見ですかね。実際は補填はあったらしいんですけど、秘書がそれを政治資金と思わず、収支報告書に記載しなかったというのが、真相らしいであります。これね、主催が講演会、の主催で、で、メンバーは講演会の人らの夕食会。で、お金は、補填したお金は、講演会がプールしてた金。したら、安倍元総理、全然関係なくない？秘書が、これ、うちと関係ねえな。思うのも、無理ないと思いますけどね。それに、噛みついて、難癖、大声で難癖つけてたのが、左翼どもと。1ミリもないですよ。共産の小池がですね、いくらですね、許さないって言い切ってもですね、法律は許してるし、国民の大半はもう何の興味もないですよね。あ、左翼が騒いでるだけだよね。いくらですね、テレビのワイドショーで疑惑が深まったとかですね、説明責任はありそうだ。なんて言ってもですね、誰も、許さなければどうするっつんだよ、小池はよ。やっぱね、公安監視対象らしくテロに訴えるんでしょうかね。それとも安倍総理をですね、ストーカーして全部の凱旋場所に芝木隊派遣するつもりでしょうか。安倍元総理の凱旋を妨害するためにね。まあ一生許さずにですね、そのことを悔しがって生きていくといいな、共産党は。共産党に許されなくても全く困んないしね。むしろ共産党が悔しがるほど名誉なことなんじゃないか、なんて、思います。私も議会でガジンコやり合ってそう思いますよ。戦士にとって敵に憎まれる、嫌われることほど名誉なことないでしょう。ないでしょう。敵に嫌われた。やった。ああですね。共産党を見習ってですね、毎日スパイ新聞も反応しておりました。網を広げた再捜査でも法律の壁は越えられなかった。疑われた説明責任を問う声は残りそうだ。これは残ってほしいという願望ですかね。ネットの反応です。法の壁を越えちゃダメだろう。ね。法律の壁を越えられなかった。再捜査でも法律の壁を越えられる。じゃあ法律の壁を越えて、安倍元総理を、ひどい目を合わせて欲しいっていうのが、まあ、毎日新聞の願望なのか。法の壁越えちゃダメなの。法の壁を越えようとすんな。法の壁越えるってお前らな。法の壁越えたら犯罪でしょ。法を無視して安倍を起訴しろってわけ？法治国家に喧嘩売ってんだろ、これ。違法でもないものどうしろ。法に沿ってない自覚あったのか。法律には違反してないなっていう自覚はあったみたいですね。これ難癖だなっていう自覚、毎日新聞にはあったんでしょ、きっとね。毎日新聞、頭おかしすぎ。
要するに毎日の言いたいことですね。法律関係なく安倍を罰したかったがダメだった、グギギギっていうのが本音なんじゃないですかね。法律の壁を越える、本当に脳みそが革命戦士なんでしょうね、これね。学生運動やってた頃から全然成長してねえなー、毎日新聞の記者なー、左翼は甘えに加えてですね、左翼は体は大人、脳みそは子供、逆コナン状態なのではないでしょうか、これね。大人体、共産も毎日ずーっとずっととっくに許さず恨んで時間を浪費して虚しい人生を送りますように毎日も共産党も、許さない、いいよ、お前らが許してもらわなくてもさ、国民日本人大体興味ないから振り返ってですね、俺の人生何だったんだ、人を恨んでばっかで終わってしまった、思うようにですね、まあまあそんなこともですね、脳みそ子供ですんでそんなことも全然思わないかもしれないですけれども、まあまあ共産党の小池に許してもらわなくても、毎日新聞に許してもらわなくても、それこそ名誉だから、敵に嫌われ憎まれるほど名誉なことないですもんね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。